日本の漫画の歴史。日本の漫画の歴史では、日本の漫画の歴史について述べる。漫画の語源については、日本の漫画語源を参照滑稽な絵という意味での、漫画は、平安時代の絵巻物、超獣人物ギガ、超獣ギガが、日本最古であると言われている。他にも絵巻物には、漫画的な表現が見られる。福富宗子という主人公が、ヘゲーで成功する話では、 直接セリフが人物の横に書かれ、吹き出しに近いものがある。また、シギやマエンギ絵巻では一枚絵で場面転換をしており、絵巻物の文化自体が現代の漫画に似た要素を含んでいる。その後18世紀初頭には商品としてのギガが流通するようになり、19世紀にはギガ的な浮世絵も生まれた。背景には印刷技術の発達と町人文化の交流がある。 ヨーロッパにも影響を与えた、葛飾北斎の北斎漫画は特に有名である。この中には腹行きを表す線が描かれるなど、現代でいう、満腹の古い形がすでに見られる。だがこれ自体は葛飾派の弟子たちの絵で本として描かれたもののため、江戸の漫画というのには誤解がある。また、歌川広重、幕末の歌川国吉ら多くの浮世絵師たちがギガを描いた。 それらのギガの中に風刺的なものがあるが、その絵を役人に褒められて喜んだという話もあり、本格的な風刺ではなくあくまで娯楽の部分が強い。絵に文が添えられた滑稽な読み物としては、江戸時代の草草蔵のうち、好評誌と呼ばれたものがある。例えば、金々先生映画芽での夢を見るシーンで使われている、いわゆる吹き出しなどは、現代の漫画にも通じる技法である。 また、実編者十九は、当初一人で絵と話を作っていたが、次第に原作者に専念するなど、現代漫画における原作者と作画家においての関係に近いものがあった。これらは、飛ば草侶の名にちなんで、飛ば絵、主に手足の細長いデフォルメされた人物を描く、または、大杖、絵、画などと呼ばれており、それらの故障は近代に入っても引き続き使わた。 幕末の1862年には、日本初の外事雑誌にして、漫画雑誌のジャパンパンチが、イギリス人、チャールズ・ワーグマンによって、横浜居留地で発行された。堀氏、すり氏は、日本人で、和紙に印刷された和都市の本であった。イギリスの風刺漫画雑誌、パンチが語源であるという別の説もあるが、どちらにしろこれにより、ポンチエという風刺、または、話的漫画を意味する語が生まれた。 現代では漫画全般を誘水となっている。1874年には、川辺共済と、神奈川紀録文がこれを参考に、絵新聞日本地という雑誌を刊行。後に続き、宿り気笑い新聞が、さらに1877年には、明治時代を代表する漫画誌、だんだん新聞、〇〇新聞が、野村文雄によって創刊された。日本で最初の連載漫画は、 だんだん新聞に連載された、田口米作の江ノ島鎌倉長丹旅行、1896年である、長と丹と名付けられた主人公二人組による観光旅行を描いた、この作品は、特定のキャラクターによる一貫したストーリーを描いた、最初の漫画であった。上記の川辺京才や田口米作、そして小林清下などの明治初期の主要な漫画家は、 浮世絵師から転身した作家たちであった。北沢楽天は、福沢諭吉に見出され、その紹介により、週刊英字新聞で活躍していた、オーストラリア出身の漫画家フランク・ A ・ナンキベルに、支持した。1899年に、福沢の招きにより、時事新報に入社し、タゴ作と木ベイや、ハイガラキドローなどの風刺漫画の傑作を、次々と生み出した。 さらに1905年には東京パックを創刊するなど日本における風刺漫画の発展に大きく貢献した。また、1921年には日本最初の新聞日曜版漫画である時事新報日曜付録時事漫画を創刊した。これらの新聞や雑誌で連載された楽天の風刺漫画はダークスやアウトコールとオッパーなどの同時代のアメリカ合衆国の コミックストリップ作家たちから強い影響を受けていた。楽天が1928年から自マ漫画で連載した飛んだ羽子は日本で最初の少女を主人公とした連載漫画であり少女漫画の先駆的作品である。岡本一平は1915年に日本初の漫画家団体である東京漫画会後の日本漫画会を設立した。 翌年に創刊された同会の同人誌、トバエにより、ドイツの漫画誌、シンプリチシムスなどに触発れた簡素な描線やでフォルメされた画風が日本漫画に取り入れられた。また、岡本は東京朝日新聞において、人の一生、1921年などの漫画万文を連載し、後の日本におけるストーリー漫画の原型を作り上げた。 それまではもっぱら風刺の手段とみなされていた漫画が大衆娯楽として認識されていく過程において岡本の活動は大きな役割を果たした。1923年に執筆された小田小星作、かばしまかついがのただしちゃんの冒険や阿蘇豊ののんきな倒産以降から現代の漫画に通じる小まわりや吹き出しといった表現手法が定着し始める。 1932年には、欧米のナンセンス漫画の影響を受けた、近藤秀作り、横山隆一、杉浦幸雄ら20代の若手漫画家が発表のチャンスを求め、新漫画派集団を結成した。新漫画派集団の作家たちの作風は、楽天や岡本らが確立した旧来の漫画技法と異なり、毛筆ではなく、ペンによって描画する、文字をあまり添えない、などを特徴としていた。 これら日本独自のナンセンス漫画は、たちまちに人気を獲得し、後に、第二次世界大戦終結直後の漫画界の中核を、なす存在となった。1930年代には、講段社の、少年クラブ他の子供雑誌で連載された、野楽黒、タンクタンクロー、冒険団基地などの幼年漫画、児童漫画が、単行本化され、ベストセラーとなった。この時期の幼年漫画家に、 羽賀正さや坂本ョーらがいる。しかしこれらは一般の子供たちには高すぎて近づきがたいものだった。彼らの関心の中心は関東大震災以後に普及した紙芝居であった。紙芝居は手書きによるものも印刷によるものも全国配給ルートが確立されていた。第二次世界大戦後に飛躍的に発達した漫画は第二次世界大戦までとは人材や 資本の点で、系譜的に断絶している。戦前の漫画家で、戦後も、占領漫画家を続けた例は、新漫画派集団の更新、漫画集団の漫画家の何人かや、杉浦茂など、非常に少ない。戦後、特に米軍占領時代の漫画復興のうち、まず児童向け漫画は、繊細で、ほとんどのコンテンツ資産を失いながらも、 戦後に急速に再生した紙芝居によるところが大きい。黄金バットなどの紙芝居をもとに、イラストレーションと文章による絵物語が、廉価な赤本、表紙に赤色が多い。本来は、活字小説が主のシリーズに入れられるようになった。赤本は、書店ではなく、菓子屋や紙芝居屋によって販売された。赤本は、戦前から漫画のシリーズも存在した。 手塚治虫は赤本漫画においてまとまったストーリーを展開する方法を確立し、このほか、冒険活劇文庫、命名者、面白ブック、集英者などの児童向けの月刊誌が発刊され、山川総治の少年王者などの絵物語が連載されるようになる。絵物語中心だった月刊誌は、後に1951年頃から漫画へ軸足を移すことになる。 それでも、まだ漫画の媒体は、子供にとって高価であった。1950年代頃から、物価上昇の影響などで、赤本漫画が終焉を迎え、貸本漫画へ需要が移るようになる。子供の需要が増した貸本屋では、1953年頃から、貸本漫画が出始め、市場が成長し、漫画は、紙芝居と並んで、子供文化の中心となる。 漫画家たちは手作りの一点ものを菓子本屋に売って、名を売った。この時期の菓子本漫画の作家は、戦前からの作家、赤本や紙芝居からの転身、菓子本からデビューしたもの、水木しげるや白土三平など様々である。次に、ナンセンス漫画や風刺漫画に代表される大人向け漫画は、膨大な当初家の層に支えられた。自由な言論がある。 程度復活したこともあり、新聞や雑誌を舞台に、これらの当初仮想によって、通列な政治風刺漫画が多く書かれた。ただし、GHQ を批判した作品は検閲された。ここから、プロデビューした漫画家も多い。赤本、貸本漫画、絵物語、紙芝居に親しんだかつての子供たちが成長し、個人及びグループで、同人誌を発行したり、 大学や高校に漫画研究会を創設したりするようになる。また、漫画少年による他史にない一般向けの作品公募も始まり、手塚治虫も審査員で全国の漫画家志望の少年少女が投稿した。これらの活動を通じて、プロアマ間の交流が盛んとなった。学生による原稿回覧誌として、石森翔太郎らによる牧獣一滴が知られるほか、 東京の大学では1954年の明治大学漫画研究会及び早田大学漫画研究会の創部をきっかけに翌年に大学漫画研究会連盟が発足した。時はそうに集まった漫画少年の投稿出身者中心の漫画家たちが当時大きな雑誌は既存大化の冒険へ物語に占められ掲載誌を新発の少女漫画誌に求め 情緒性豊かで複雑なストーリー漫画の技術を鍛えていった。漫画が普及する一方、日本子供を守る会、母の会連合会、PTA による悪書追放運動が起こった。1955年に運動がピークに達し、手塚治虫の代表作である、鉄腕アトムを含む漫画工程に集めて、噴書にする活動を行っている。そんな中、 日本の経済構造が次第に変化し、週に6日勤務して1日休むという決まった労働単位を取る会社員の増加や週間単位で番組を放送するテレビの普及とともに生活者の情報意識が変化していき、その需要を満たす週刊誌が次々と登場する。成人向けの週刊誌は、もっぱら風刺やユーモアを表現したナンセンス漫画、大人漫画の掲載媒体となった。 子供向けの週刊誌として、1959年に、少年マガジン、講談社、少年サンデー、小学館などの週刊漫画雑誌が登場する。しかし、当初は、子供の小遣いで買える価格ではなく、経営的に安定しない。また、赤本、貸本において、すでにまとまったストーリーの漫画が登場していたにも、かかわらず、この週刊漫画雑誌において、 紙芝居的な連載形式へ逆行する。すなわち、それは、週10枚程度の話を、人気に応じて、無限に続けなければならないものであり、逆に人気がなくなれば、すぐに打ち切りとなる。したがって、その物語は、当時のラジオのソープオペラと呼ばれる形式に似たものとなり、主人公を軸に、いろいろ事件が起こるが、常に元に戻る。 伏線の蓄積のほとんどない物語形式が主流となった。ストーリーは描いて乗ってから先を考えるのであり、気づかずに伏線が生じてしまった場合、編集者と二人三脚で辻褄を合わせるのに不審することになる。物語としては、戦前の膨大な黄金バット作品群、話の日本車以外によるものを含むから派生したヒーロー者やロボットの墓場鬼太郎や、 猫娘などの因果物から借用したゲゲゲの鬼太郎、そして戦前の兵隊物に代わって戦後のスポーツ物などが主軸となった。時代劇物やチャンバラ物は GHQ の規制もあって本格的な復活は占領終了後となり、赤道、鈴之助などが人気作となった。これら大,大手出版社による週刊雑誌は 上記の学生漫画家たちのデビューの場となった。週刊雑誌が相次いで創刊され、人気が加熱する一方で、貸本漫画は徐々にシェアを奪われた。1969年末に、貸本漫画は事実上の終焉を迎えた。1950年代には、紙芝居屋は全国に5万人を数えていたが、徐々に減少していく。この時期以降、日本の漫画は、 読者像内し技法別に分類した場合、一部の実験的な漫画を除けば、少年漫画、少女漫画、劇画、大人漫画の4つのジャンルにはっきりと収束していく。戦後の漫画の戦闘を切る手塚治虫は、テレビ放送開始当初からテレビ進出を模索していたが、1963年、彼が海外輸出を前提とした。 テレビアニメを始めると、紙芝居に変わって、テレビアニメと雑誌が連携するようになる。すなわち、テレビアニメの原作としての漫画、ないし、テレビアニメを連載した漫画が増えてくる。メディアミックス。これと前後して、1962年には、講談社が、週刊、少年マガジンと、月刊、仲良しから、漫画雑誌の週刊、少女フレンド、対1996年を、 発刊、翌1963年には、月刊、リーボンを出していた、集英者が、これを、総合雑誌週刊、マーガレットで追う。これによって、少女誌も、週刊時代に突入するが、少年誌同様のベテラン漫画家だけでなく、読者の感覚に近い若手を積極的に、スポコン、スポーツ根性ものなどに登用し、テレビアニメ路線を拡大した。この流れは、 少年誌にも波及する。1964年には日本初の青年漫画誌、月刊漫画ガロが青林堂から創刊される。ガロはスケールの大きさから連載する場所がなかった、白土三平の劇画、カムイデンを連載するために創刊された雑であった。同時に活躍の場を失いつつあった、貸本漫画界の媒体提供と、新人発掘のためという側面もあった。 カムイデンによる既存体制への反発といった内容が、全教頭時代の大学生のバイブとして強く支持され一世を風靡、漫画は子供が読むものという既成概念を覆して漫画文化の新時代を築き漫画界の遺彩をあまた排出した。ガロの表現性に大きな衝撃を受けた手塚治虫は後発雑誌、コムを虫プロ商事から創刊した。ガロ、コムは 商業性よりも作品を重視、オリジナリティを遵守したため、編集者の干渉が比較的少なく、作家側にすれば自由に作品を発表できたため、新人発掘の場として独創的な作品を積極的に掲載した。このことは、それまで漫画という表現を選択することのなかったアーティストたちにも文句を解放する結果となり、ユニークな新人が続々と排出されるようになった。 特に、告げよはが1968年に発表した、ネジ式は、そのシュールな作風と蒸気を一した、不条理な展開から漫画が、初めて表現の領域を超越した斬新な作品と評され、皇族の作家たちにも絶大な影響を与えることになった。彼らの作風は、海外のアンダーグラウンドコミックや、オルタナティブコミックとの親和性も高い。 1968年には、集英社が少年ジャンプを創刊し、後発ゆえに人気作家を確保できない逆境を逆手に取り、マーガレット同様は糧の積極的な登用と、徹底した読者アンケートによる生き残り方式で順調に部数を伸ばした。長いゴや元宮博などの多くの戦後、第二世代の人気漫画家を輩出した。中でも、 原爆の悲惨さを描いた、裸足の原因や、お色気漫画の先駆的作品、ハレンチ学園外食作だった。アマチュアの市場では、同人誌グループが、ますます増加して、一堂に会して交流する場の需要が高まり、日本漫画大会、1972年、コミックマーケット、コミケ、1975年といった、大規模な同人誌即売会の開催につながっていった。 コミケは当初、参加人数700人程度で開始し、2007年夏には55万人が参加する世界の漫画開催台のイベントに成長した。ここから高橋留美子、コミケ初期らがプロとなった。1930年代から漫画の主流を成していた大人漫画は文芸春秋漫画特本の廃館、1970年漫画サンデーの劇画中心への路線変更とともに、 衰退していき、かつての書き手たちは、新聞漫画、イラストレーション、絵本などに転身していった。コミケ創設年の1975年は、第一次オイルショックの影響で、景気は低迷し、新規作用を中止する大企業が相次いだ。出版業界は、実売金額で、前年比15%の伸びを記録する一方、8月の変本率が40%を超え、 出版不況がマスコミに取り上げられた。ただし漫画は単行本、雑誌ともに好調で、少年週刊誌は発行部数2億9133万部と3億部を目前にしていた。1977年、劇場アニメ、宇宙戦艦ヤマトが8月6日から10月28日の上映期間に270万人を動員し、 工業収入21億円という空前のヒットを記録した。これにより漫画、アニメ、映画を中心とするメディアミックスの可能性が拡大、それぞれの関係もより複雑なものになった。1978年、漫画対抗本、雑誌の総販売金額は1836億円。出版物全体の15%を占めるまでに拡大した。 漫画の消費速度が上がり、次々に読み捨てられていくようになっていった。こうした風潮に対し、東京に漫画の収集、保存を目的とする現代漫画図書館が創設された。1979年、松本霊児の銀河鉄道39のアニメ映画の公開に合わせ、国鉄によりイベント列車が運行された。切符の競争率が70から80倍にも及び、 漫画の影響力の大きさを知らしめることになった。これをきっかけとして、漫画とタイアップした企画が模様されるようになり、漫画家の活躍の場が広がった。また、同年、青年向け漫画雑誌の週刊、ヤングジャンプが創刊され、創刊号がたちまち売り切れたことが話題となった。なお、第一次オイルショックの頃までは、雑誌に連載された漫画が単行本。 コミックスになることは少なかった。現在では、ほとんど当然のように行われる漫画の単行本化だが、当時は特に人気のある作品に限られていた。一度雑誌で読んだ漫画をわざわざ買い直す読者など、いまいという考えが、出版社では主流だったのだ。そのせいもあり雑誌掲載済みの漫画の原稿、使用済みとみなされて、読者プレゼント等で散逸してしまった作品もある。 しかし出版社はオイルショックによる不況の部数減や雑誌の広告収入が落ち込みの中で依然順調な伸びを記録する漫画に注目、二次使用に積極的になっていく。ここから小説では普通だった雑誌連載単行本化という図式が漫画においても定着していくようになる。これには漫画を雑誌の連載で読まず単行本まで待つ読者層の登場や 国民全体が豊かになり、子供の小遣いでも気軽に単行本が買えるようになったことも単行本化の進む一因であったろう。この頃から書店にも当然のように漫画コーナーが作られるようになった。1977年、週刊少年ジャンプと週刊少年チャンピオンは発行部数200万部、週刊少年誌の推定発行金額は500億円を突破した。 これが1976から1980年の第三次漫画ブームである。漫画の人気は定着し、漫画の二次、三次利用というワンコンテンツマルチユースの基本作りが出来上がった。さらにこれ以後アニメ化、映画化を踏まえた作品やメディアの垣根を越えた複合的な作品作りを行う、いわゆるメディアミックス戦略も本格的になっていく。この時期漫画産業は、 まさに絶好調、右肩上がりの成長を続けた。その一方、70年代末に漫画マ,マニア向けの新興誌、劇画アリス、漫画奇想天外、ペケ、ジュネ、マン金町ンといった非商業的なマイナー誌が相次いで創刊され、青年漫画界を中心に既存の漫画の枠組みを乗り越えるようなニューウェーブが起こる。紙面は強い個性を持つ、 既成作家や同人作家を集めて構成された。具体的には、青年誌で活動していた、大友勝弘、東秀夫、石川淳、同人誌出身の高野文子、佐部あの間、サイモン文、少年誌出身の諸星大二郎、星野幸信、高橋洋介、コム出身の坂口直、三流劇菓子出身の久内道夫、宮西圭さんなど、彼らは、個々の異色さゆえに、 既成のジャンルを乗り越える作家たちと認知されていた。このようなニューウェーブの動きは、上記の漫画誌の相次ぐ休刊と、新たに創刊された、週刊ヤングマガジン、ビッグコミックスピリッツなどの、覚醒年史に作家が映ったことにより収束していった。この時期に連載を開始した漫画、ハイからサが通る、キャンディキャンディ、1975年、俺の空、ガラスの仮面、こちら。 葛飾区亀有公園前発出所、1976年、銀河鉄道39、地球へ、1977年、あさりちゃん、うる星や、つら、1978年、筋肉マン、釣りバカ西市、浅木夢見市、1979年。1980年には、第三次漫画ブームは続いていて、少年週刊誌の売り上げも好調だった。 週刊少年ジャンプが300万部を突破した一方で、週刊少年チャンピオンは売り上げを大きく落とす。1971年から連載していたドカベンの終了が大きく影響したのである。また、週刊ヤングマガジン、ビッグコミックスピリッツ、グッドコミックなどの青年向け漫画雑誌や、ビッグコミックフォアレディなど若い女性向けのレディースコミック誌、レディコミが登場した。同時に、 幼年誌、学年誌の売り上げは落ち込み、子供にとっての漫画への入り口が漫画雑誌からテレビアニメへと移っていく。1981年、第三次漫画ブームは次第に下火になり、少年週刊誌の発行部数は前年比マイナス8.6%、少女週刊誌もマイナス7.1%といずれも部数を落とした。特に、ブラックジャックが連載を終えたことで、 週刊少年チャンピオンの部数弦にさらに拍車がかかった。そんな中ヒットしたのがタッチとドクタースランプである。タッチは少年、少女の両方から支持され、またアニメ主題歌が未だに高校野球でのヒッティングマーチとして使用されることは特筆に値する。4月に放送が開始されたドクタースランプあられちゃんは大ヒットし、んちゃ、ほよよと言ったあられ後は 社会現象にもなった。単行本も増刷を重ね、ついに第6巻は、日本のコミック単行本書の初版で200万部を記録した。また1974年に、セブンイレブンの1号店ができて以来、コンビニ、コンビニエンスストアは、着実に点数を増やした。1981年には、全国の総店舗数が1万5000件を超え、 漫画雑誌の供給源として無視できない存在になった。1982年になると、足立みず高橋ルミコらの影響で、ラブコメラブコメが流星を極め、ラブコメが主力の少年サンデーは最盛期を迎える。一方で、長年少年漫画の一ジャンルを築いてきたスポコンものはすっかり下火となった。この時期は、1960年代後半生まれが、 中高生になり、1970年代前半生まれが、小学生になった時期でもあり、子供人口が増え始めた時期でもある。青年漫画は好調であり、小学館のビッグコミックの独創を許していた、講談者がコミックモーニングを創刊したのもこの年である。深刻な部数低迷が続いていた老婆の少年誌、週刊、少年キングは、ついに休館に追い込まれ、 長い歴史に幕を閉じた。1983年、キャプテン翼などのアニメと定型路線を取る、ジャンプ、ラブコメ路線のサンデー、ツッパリ路線のマガジンという、それぞれの方向性の違いが明確になってきた。少女漫画雑誌は、ときメキトナイトのヒットで、リボンが発行部数180万部を突破した。また7月15日には、漫画のライバルと同時に、 パートナーとなる家庭用ゲーム機ファミリーコンピュー、ファミコンが発売された。1984年、ついに漫画雑誌の総発行部数が10億部、単行本の販売金額が1000億円の大台を突破した。特に、週刊少年ジャンプは人気作に恵まれた。キャプテン翼、筋肉マン、北斗の剣を連載、同年12月からは、ドラゴンボールの連載が始まり、 年末最終号は400万部を超えた。この時期に連載を開始した漫画、ドーム、ドクター・スランプ、日出所の天使、三ゆメゾ、ん一国、1980年、キャプテン・翼、タッチ、634の県、1981年、湘南幕創族、ときめき・トゥナイト、アキラ、1982年、か、長島工作、北斗の県、おいしんぼ、 1983年、頑張れ。キッカーズ、ドラゴンボール、1984年。1970年代前半生まれが、中高生になり、1970年代後半生まれが、小学生になった1980年代後半には、子供人口の増加も手伝って、漫画産業は再び活気を取り戻した。漫画の市場規模は3260億円に達し、 特に、レディースコミックが急成長を遂げた。リボンは200万部雑誌となり、週刊少年ジャンプは、平常号が400万部、実売率97%という数字を叩き出した。1986年、講段社、集英社、小学館の3社が占める漫画雑誌市場シェアが71.4%に達し、漫画産業の寡占化が深刻になった。 特に河川の激しい少年週刊誌は、週刊少年ジャンプの一人勝ちとな、いた。これは、キンマン、1979から1987年連載、キャプテン翼、1981から1986年、から、北斗の剣、1983から1988年、ドラゴンボール、1984から1995年、生徒姿勢や、 1986万1990年への人気作品の交代と、これらのアニメ化が成功したことが大きい。また、日本経済新聞社による漫画日本経済入門は200万部を超えるベストセラーとなり、漫画の持つ力が娯楽の分野だけに留まらないことを広く印象づけた。1987年、小学館は美きの連載が終わったことで人気に、 陰りが見えた少年ビッグコミックをリニューアルヤングサンデーとして創刊した。そして7月にはビッグコミックスペリオールを創刊、漫画読者すべての年代をカバーするラインナップを完成させた。下から月刊コロコロコ,ロコミック週刊少年サンデーヤングサンデービッグコミックスピリッツビッグコミックスペリオールビッグコミックオリジナルビッグコミック。 少年誌全体では部数を落としているが、週刊少年ジャンプは前年に引き続いて一人勝ちを続け430万部を達成した。1988年、漫画雑誌と単行本を合わせた販売金額は4500億円に達した。好調な青年漫画雑誌とレディスコミック誌の影響で少年誌、少女誌は逆に部数を落とした。少年誌では、 週刊少年サンデー、週刊少年チャンピオン、週刊少年マガジンが大幅に落ち込んだ。週刊少年ジャンプの一人勝ちは続き、ついに500万部という驚異的な数字に達した。1989年、日本漫画は幼児から中年層までを対象とする多様化の道を進み、群雄割拠の時代に突入した。少年史、少女史は、 低迷を続ける一方、青年史は前年比プラス24.4%と好調。漫画の販売金額もプラス10%と、右肩上がりの成長はなおも続くと思われた。この時期に連載を開始した漫画、バナナフィッシュ、先駆け、男塾、1985年、生投資、聖夜、おぼ、ゃまくん、ぼのぼの、ちびまるこちゃん、やわら、みなみくんの恋人、 1986年、ジョジョの奇妙な冒険、乱売地、に、白鳥玲子でございます。1987年、動物のお医者さん、軌道警察、パトレーバー、少年足部、沈黙の艦隊。1988年、寄生獣、はじめの一歩、広角軌道隊、ベルセルク。1989年。1995年に、 日本の漫画の売り上げはピークに達した。時代の変化に合わせて取り扱う漫画のジャンルも拡大し、発刊される雑誌も大幅に増え、情報雑誌と複合した漫画雑誌も生まれてきた。読者の様々な思考に合わせた専門漫画誌が多く創刊され、一方で性別、年齢の区分が半ばボーダレス化し、幅広い年代の男女に受け入れられるような雑誌が増えている。 メディアミックスの関係性も強くなり、人気漫画の多くがドラマ化、映画化されるようになったほか、ゲームやライトノベルとの関連も強くなっている。かつては読み捨てられるものであった漫画も文化とみなされるようになり、絶版となった作品の復刻や漫画の単行本の図書館への収蔵が盛んに行われるようになった。一方で、定年霊創の漫画離れが進み、 少子化の影響もあってか1990年代後半以降は少年誌、少女誌の売り上げが大きく落ち込み青年漫画が最も市場の大きな漫画となっている漫画に限らず書籍界全体の出版不況の状況下にあって休館、廃館する漫画雑誌も多い出版業界の外に目を向けると同人誌やアンソロジーウェブコミック、ウェブ漫画 インターネット上で公開する漫画の文化も発展し、書き手の幅も広がっている。同人誌では、いわゆる二次作も広く受け入れられ、インターネット上でネタにされたことにより有名になった漫画も出てくるなど、漫画文化の多様化が著しくなっている。かつて新人のデビューの場といえば漫画雑誌であったが、現在は、同人誌即売会やインターネットが、新人の発掘場所になっている。 商業誌に作品を発表しながら、同人活動を続ける作家も多い。昔から、アジア圏での日本漫画の出版、主に無許可の海賊版は多かったが、近年はアニメブームとの相乗効果もあり、全世界規模で日本漫画の翻訳、出版が急速に伸びてきた。かつて欧米では翻訳して出版する際、漫画を左右反転させて左開きにして出すのが一般的だったが、 近年では作品を尊重して日本と同じ右開きのまま出されるケースが増えてきている。2000年代からは各国で少年ジャンプなどの漫画雑誌も現地向けに編集、翻訳されて発行されるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。